私が死んだら、もし私が平八さんを止められなかった時は、その時はよろしゅうお頼申します。あの子はまだ幼い。それにあの子が私と同じ力を授かっていること、平八さんがこのまま気づかないはずありません。平八さんはあなたが感じている以上に恐ろしい人。このままではきっと和也は、いいえ、多くの人々が平八さんによって、私は平八さんを止めないといけないのです。貴様があの時母を殺した。たとえこの力に飲まれ命を失うことになったとしても、貴様をここで終わらせる。私は平八さんを愛しています。そして平八さんも私のことを。